小林さん、まちづくりのところでお聞きしたいんですけれども、やはりあの元気な街っていうのは子どもの声が非常にまあ聞こえる、そういう街だと思うんですね。今ただ少子化っていうのは非常にまあ高度に進んでおります。この現状を踏まえて今日本が取るべき政策というのはどういったものなんでしょうか。あの子育てというのはやはり大変なことであります、しかし子育て世代の方々、お母さん方、特にお母さん方が直面されている問題というのは、どういうふうに子育てをしたらいいんだろうかということも含めて問題がたくさんあると思うんですね。解決するために、作られた、これまでは県がですね、児童相談所を設けていたわけでありますね。これは児童虐待、幼児虐待、あるいは育児放棄、こういった問題、厳しい状態に陥っている子どもたちを、お母さん方を一時的に収容するという施設なんですが、奈良市も独自の市立のこの子どもセンターを設けようと、今建築中であります。うん、合わせてこの子育て世代のお母さん方、ご家計をですね、家計負担をできるだけ下げていくことはできないか、これ一つのやり方だと思いますね。あ、いわゆるこの給食費であるとか、教材費であるとか、そういったものも含めるとやはり相当な負担、家計に占める負担が大きいということでありまして、この教育費の無償化についてのさらに踏み込んだ政策を進めるということ、これは一つは少子化ストップをかけることにつながっていくのではないかと、ね。なるほど、とても重要な問題提起だと思います。あの教育無償化っていうとですね、もう学費を全部タダにしてやったらこれでいいじゃないかというような議論が時々あります。しかし義務教育ですよね。この義務教育の部分でこの学費はもちろんタダかもしれませんが、付随してかかっているさまざまなものってあるんですね。それはやはり給食費って今おっしゃいましたけれども、そのあたりもきちんとこの負担して応援していく、こういうような仕組みがあれば、本当にあの子どもを育てていく、出産していく、そういうようなものについての不安定度がかなり取り除けるように思います。そうですね。ぜひしていきたいと思います。子どもを育てる社会に対して、そうですね。しっかり頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。